はい、それでは明太子の蒸し煮というのをね、食べてみた。ちょっとやりすぎたかもしれませんけどね。椎茸とか、あ、しめじか、しめじをちょっと付け足しましたけども、いただきたいと思います。うん。あ、しめじがちゃんと1個ポイントあっていいですね。で、結構な、うん、この味わいと、うん、この味がよくてね、うん、ミラージュもよくてね、ミラとちょっとこう唐辛子が効いていて、それでいうとこの、うん、これはなじまあって、この鶏肉が柔らかさで味わえないですね。うん、ちょっとコリコリしてるけどね、コリコリしてるところだもんね。これちょっとね、一食分これなんだけど、ちょっと少ねえだろうという感じがあるんですが、私もうちょっとなら食べられそうだな、これね。うん、もう凄いいい味ですね。このなんともね、辛さとか味わいが良くてね、うん、結構いい味を出してるなと思います。なので、なかなかの味わい深いだと、美味しさっていうのがしっかりとできていて、これはこれとして非常に美味しい味わいだなと。うん、いい感じです。どうもありがとうございました。